えりぐりが今これは U ネックになってますけれども、これに今、注文がありまして、えりぐりを変えたいという場合、まずこの基本形に合わせて、ボディに合わせたこういう形からその位置のデザイン変更のラインをこれに決めていきます。今ちょっとやや V ネックっていう形のご希望なんで、こういうふうな位置だけを確認していきます。そうするとこれだけの差がデザイン変更という形でなってきます。で、あとはその長さであるとか、ここのバランスはその都度、見ていきますので、一番ドレスのポイントは前の襟のネックが一番そのデザインの重要なところになりますので、そういうところはボディとそのこの下のドレスに合わせてネックラインを決めていきます。